常に体の近くをバット通していればバットコントロールっていうのはやりやすい。元プロ野球選手の清原和博さんが子どもたちにバッティングの極意を指導です。大府市内の少年野球チームを対象にした野球教室に招かれた清原さんは、バットの振り方やボールを打つタイミングの取り方のコツを丁寧に教えました。野球人口が減り続けている中でね、こうやって野球を選んでやってくれてるっていうのは僕らにとってもすごく大切なことだし、もう彼らたちがね、いずれプロの世界に行った時に僕と触れ合ったことを覚えててくれたらいいなと思いますけど。